はい、それでは今回はいつもとちょっと趣旨が違くておしゃべり会にしたいと思ってます。で、ちょっと多分長くなると思うんですが、まあ、パートいくつになるかわかんないんですが、お付き合いいただけたらと思ってます。で、まあ、リクエストいただいた内容ではあったんですが、こちらね、左側に書いております成長記録、私のこれまでの、成長記録というものをちょっとこれから紹介していきたいなと、まあ見たいというねご意見もあったので、ちょっと解説していきたいと。で、まあただ成長記録を見せるだけでしたら講座っぽくもないし、なんか趣旨もずれちゃうなっていうとこあるんですが、はい、右側ね、何につまずき何を勉強してきたかと、そういった部分にもちょっと触れていけば、まあちょっと講座というか、うん、少しでもあのお役に立てる部分はあるかもしれないということで、だったらやってみようと。で、初めに言うときますけど、おそらくめちゃめちゃ共感してもらえる部分ね、あると思うんで、まあその辺も踏まえながら、あ、自分もそれわかるわとかね、思っていただけたらと思います。はい、そして最後ね、下の方にちょっとなんかサブタイトルかっこよくつけてまして、もう一生絵を描くことはないと考えていた人生ね。はい、左がね、まあビフォー、右がアフターの絵ですね。まあ左から右に行くにつれて、まあ何があったか、どんなとこで悩んだかというのをちょっとザザッとお話ししていきたいと思います。ということで、まずこちら、ね、3枚の絵がございますが、左上に数字がございまして、2006、これが、年ですね、2006年を意味してます。これからこの数字出てきますので、これがだいたい2006年頃に描いた絵です。で、その横にある文字は、2006年というのは私が、まあ、リアルでどういう状況に身を置いていたかという内容になっております。2006年はね、社会人時代ですね、7、8年ぶりに絵を描き始めたという、まあ新たなスタートみたいな感じでね。下がまあ注釈っていうか、まあその頃何を考えた、どういう状況の補足みたいな感じであるんですが、はい、まあもともと絵描くのは好きで、模写とかもしてて、まあちっちゃい頃ね、幼少期、小学校から、高校1年までね、なんやかんや絵描いてました。そこそこね、模写したりオリジナルも描いてたと。ただまあ、絵を勉強したことはなかったですね。なかなか高校1年までで本格的に絵を勉強するってことはないと思うんですが、で、なんで高校1年までかっていうと、諦めたからです。で、まあ、高校1年で諦めて7、8年ぶり描いたのがこの3枚、だいたいこんな感じなんで、だいたいこの辺の画力が、高校1年の頃の画力と思っていただければ差し支えないかなと思います。で、高1の時に当然進路とかもね、卒業後の進路考えるんですが、正直ね、イラストレーターになりたいという思いはありました。あったんですけど、この画力、やっぱりクラスとかね、中学校の頃すでにめっちゃうまいやつもおるし、まあ自分なんてもううまいなんて言われたこともない、もう下手くそなんでこんなんね、どんだけ頑張って書いても全然もう見向きもされないような、まあそんな人生だったし、まあ実際下手だしということで、高校1年でまあすっぱり諦めました。で、それ以降7、8年1枚も絵を描いてないです。僕自身もね、自分が絵を描く人間っていうのを忘れてたくらいです。だけど、まあ会社入ってね、まあ社会人2年目ですね、これ2年目なんですが、仕事にもちょっと慣れてきて、まあ、軽くできる趣味とかね、なんかやってみようかな、在宅でとか思って、ほんとそんな軽い気持ちでちょっと始めたのがこの時代。下手だけど頑張ってこれまで人生で絵描いてきたんだなっていうのは伝わりますよね、多分これ。うん、ここまでは正直勉強全くしなくて描けるようになります。まあ、下手だけどやし、このぐらいまでは一直線で行った方がいいです。よくまあね、まあ勉強どうしようどうしようと悩まれてる方も多いんですが、とりあえずこの辺までボンと行った方が、もう好きで描いてれば下手なりになんかその描きたいものとかなんかそんなものが出てくるんで。そして次、翌年、
2007年になりますが、相変わらず、まあ、社会人ですね。で、通信教育を開始したのがだいたいこの時期ぐらいになります。まだこれ開始した直後ですね。で、とにかくまあ1枚絵描きたいなっていう思いが私もありまして、これ結構多いと思うんですよ。今絵勉強されてる方、自分も1枚絵描きたいなとか、で、うまく描けなくてとあるんですが、私もまあこんな感じで、まあ全然うまく描けない。2006年の頃からもちょっと描いてたけど、まあ全然パースも知らないしね。なのでまあちょっと筆とか使ってね、色を少し複雑に、塗れるようにはなってはいるんですが、まあまだまだという感じで、よくネタで僕喋るんですが、左上のお城があるんですね。一応左の絵の上のあれお城なんですが、いや僕これ描いた時ね、本当にめちゃめちゃうまくできたと思って、神やなと、俺神絵師になったかもしんないと思ったんですよ。これコンテスト出したらもう入賞するやろぐらいに思ってて、コンテスト出したらもう当然ね、入賞どころか入選もしないっていう結果で、すごいなんかもうツーンってなってたのを今でも覚えてます。まあ、今見ると、ね、何抜かしとんじゃって感じなんですが、まあちょっとそういう調子に乗り始めるのもこういうとこあるかもしんないですね。このぐらいの画力勉強し始めて、はい。まあだからちょっとそういうのもわかると。次、ちょっとこの辺ね、データがあやふやだったので、2008から2009年ぐらいです。で、まあ社会人やってまして、通信教育も継続してます。で、このあたりでちょっとまあまた画風も変わったってあるんですが、一番変わったのは、やっぱりパースをここで覚えました。で、このパースとの出会いが自分の中で衝撃で、もう変わりましたね。なんだこれはと。そんなん知らんかったと、俺なんで教えてくんなかったんだっていうぐらい、それでハマったパースに。うん。左の絵がね、初めてパースを使って描いた一枚絵になります。もちろんこの前にね、練習とかはしてるんですが、作品として仕上げたのは左の絵が初めてですね。で、この頃はね、アナログで B4 サイズ以上の作品を結構描いてました。まあ、B4 っていうとノートの大体倍なんで、趣味絵にしてはでかい、ガチ勢からするとはちっちゃいみたいな、まあそんなサイズぐらいです、イメージはね。 B4 はい、まあ偉そうに自分も面だろなんだろ言ってるけど、そうですね。例えばこことか見ると、まあ正直ちょっとよくわかんないというか、面を理解してるのかしてないのかちょっとわかんない。箱とかもね、ちょっと色もなんか合ってないし、正面と側面でまあ、そんな色の変化もなくて、ちょっとあやふやかなっていう状態。まあなんか見よう見まねとかで書いてるんだろうなっていう感じですね、この頃は。うん。まあ結構あると思います。いや、パースもこれね、すごい急なんですよ。これ、おかしい。これがまあパースの理屈は合ってるけど、消失点がちょっと画面に近すぎて、パースが急な状態なんですね。まあそのせいで、ちょっとおかしいことに、見た目がなってる。まあこの辺も結構あるある現象です。そしてそんな中、2010年こちらとなっております。はい、社会人ですね。この通信教育まだやってます。で、2010年このあたりでね、私デジタルに移行し始めます。で、一番左の絵が初デジタルですね。初デジタル絵が一番左の絵となっております。で、これもね、いいでしょうってね、まあ描きたいのわかるし、で、私よく言ってると思うんですが、こう一点投資のね、奥行き感ってめちゃめちゃ難しいよと。で、おそらくね、当時の私もパースという概念を覚えて、パース線とかも分かって、俺パースできるわぐらいに思ってね、意気揚々と書いてるんですが、まあどんだけこれ長いねと。もうなんかね、首都高ぐらい長いですね。これ顔でしょ、胸でしょ、お尻でしょ、ここ首都高ですからね、首都高。まあ、あとはこの鱗とかね、今ならまあこう円柱感重視で描いてくださいみたいな、鱗一枚一枚こんな線みたいなので描くとね、ちょっとなんか面白くないんでみたいな感じなんで、よくそういうね、一点投資のパースの奥行きとか、こういうとこは線で描かないとかね、偉そうに今言うてますけどね、私漏れなく私もこういうことをやってきてる人間なので、まあそんなもんです。まあそんなもんなんで、ほんとね、まあいろいろ言われてね、へこむ人もいたり、なんか自分なんてダメだとか思う方も多いかもしれないんですが、まあ大体こんなもんです。まあそんな中ね、一個一個こう、まあ
勉強して訓練していけばなんかなんとかなるよと。でこちらね、まあちょっとこの辺まで来ると勉強も進んでね、ちょっとこなれてきた感もあるんですが、これが絶妙、面が理解できてるのかできてないのかがすげえ絶妙。これこことか、まあ面の変化左と右であるけど、こことかちょっとあんまりないしね、あの奥とかもこの球体とかもなんかところどころこいつ面理解できてんのかなとか、でもできてそうやな。シワはもうダメですね、これよく言うやつね、シワを無理やりたくさん描いちゃう現象がだいたいこの辺出てますね。左の、あ、右のこれもそう、なんかシワがないと怖いから頑張ってシワ描いちゃった結果こうなりました現象がいわゆるこれです。まあ漏れなく経験してます。そしてそう、なんか線できっちり描いちゃうとか、なんでこの辺がね、でこれ面がふわっとして切り替わりふわっとしてちょっとボケてるとか、よくまあ添削会で私も言うことなんですが、まあ気持ちがだからすごくわかります。あー、こういうこの時期なんだろうな今ってね、はい、色がくすむとかで、まあそんな中ね、いろいろ言ってきたんですが、書き込みに興味を持ち始めたのもこの時期かなっていう感じですね。見てわかる通り、まあ左が初デジタルで、右に行くほどまあ時系列的には新しくなっていくと、ちょっとずつ書き込みが増えてきてて、特にそういう小物を一つ一つしっかり書くっていうね、そういったものわかりますかね。この辺で多分僕の後のその素材書くの好き、アイテムイラストが好きとか、はい、まあ書き込み好きっていうのは多分ルーツがここに結構もう見え隠れしてますね。ということで2010年まで一旦お話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。さあこっから怒涛の展開、会社を辞めてから専門学校に入学するというね、ついに私タカ絵の道を本気で歩み始めるという時系列に入ってまいりますので、次回も乞うご期待ということでよろしくお願いします。それでは今回はお疲れ様でした。